。本日はですね、静岡県の下田市におります。風の音がちょっと強くて聞こえるかな、声が心配ですけど、前回ヴィラ弓ヶ浜さんというね宿に宿泊して、この後修善寺に向かう予定ですね。で、今弓ヶ浜におります。で、この後は下田の観光行ってわさび丼食べて修善寺に向かう形になるのかなと思いますので、観光をね楽しんで温泉でゆっくりしちゃいたいなと思いますね。着きました。来たことないんで、なんとなく車で通ったことありますけどね、歩いたことないんで楽しみですね。これが噂のペリーロードですかね。すげえ雰囲気。こりゃいいわ、飲み歩きしたいわ。意外に短めなのかな、ペリーロードは。もうこの裏側はこんな感じで、あ、終わりかな。事前情報というかチェックしてないので、どこを回ったらいいかっていうのがあまりわからないですけど、とりあえずここはこれで終了かな。これは大砲でいいんですかね。大砲かな。大砲ですよね。え、大砲、男のロマンですよね。こういう男になりたい。魚が普通に泳いでる、見えますか。あの魚は何ですか。釣りしたい。ああ全然すごいいる。旧沢村で入れますね。いいですね、こういう細路地にある温泉旅館とかね、泊まってみたいですけどね。では車に戻りますかね。下田出ました。まだ下田なんですけどね、港出て、今からですねわさび丼を食べに角屋さんに向かいます。修善寺に向かう途中にありますんでね、ちょうどいいですね。にしてもね、下田いい街でした。飲み歩きをねいつかしてみたいですよ。いい道だ、いい道だ。ドライブが楽しいよ。天気もいいし、ほんとね、いい道だ。もうそろそろ着きますけど、今昼時なんですよ。で結構車通りも激しい。いやー前に行った時とね様子が違うんでね、混んでるんじゃないかなっていう不安がありますけどね、どうなんでしょう。さあどうだ。あ、ここじゃないか、間違えた、ここじゃなかった、この先。うわー人並んでる、並んでる。大丈夫かな、入れるかな、入れそう。おー混んでるね。はい、門屋さん着きました。あのね並んでますわ、結構並んでる店内。どうしよう。
地域とか計算しよう。もうね、慣れたもんですよ。もうここに何回も来ましたから疲れるんだよね。疲れた、腕がパンパンだ。イエスルルわさびそば、おそばの方に直接ちょっとずつわさびをつけて。わさび丼来ました。いただきます。ではいただきます。いや、これ辛そう。ここに来れば来るほど美味しくなっていきますね。美味しさを感じれる大人になっていくって感じがしますね。40分待ちましたね。今多分席数をね減らしてるかもしれないですね、コロナの影響で。ただあの人数で40分待ちって考えたら土日とかはねやばいと思う、本当に。で、美味しかったっす。行けば行くほど本当に毎回ね美味しさを感じますね。どんどんうまくなってく、そして辛い。いやー、行ってよかった。というわけで下田とこのわさび丼で動画がねすごく長くなってると思うんで、次の目的地である宿がある目的地である、修善寺はまた分けますかね。また分けて、後編でお会いする形になると思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。続きは概要欄 URL よりご覧いただけたら幸いでございます。では一旦失礼いたします。バイバイ。やばー、ここまでとは思わなかった。予約する時点で修善寺に良さげなホテルがあるなと思って。うまいうまい、無言でむさぼり食ってしまいますわ。酒も進みますわ。